昨晩は雨が降りました。道しを滞在してます。まだパジャマのまんま。塾長初体験5日目。40日間九州車中泊演奏ツアーの旅。昨日はのんべいの一日、道しおで昼と夜飲んだくれ。まあ量はそんな多くなかったけどね。ビールだもんね。そうそう、いつもだったらあの後に ただいま7時前、道しおさんでたっぷりと楽しみんな、まあ、楽しんだので、これから移動。あと6分で到着。もうすぐ近く。景色のいいところ。肌寒いぐらいだね。すごい寒い。すごく寒いけど。スープジャーでシーフードドリア。はい、いただきまーす。あとでコーヒーね。キミコ食べる。しまった。パンが大きかった。いける。スープじゃなくてもこういうものでもいける、うん、キミコリラックス。雨だもの。まだ小雨が降っておりますが、10時です。お腹がちょっと空いたので、お昼前のおやつ作ってます。なんかね、だいぶ寒くなったから味噌ラーメン食べたいねという話で、味噌ラーメン制作中。味噌ラーメン完成。寒いね。寒い。ちょっと待って、なんかちょっと待って。餌もらってるみたい。餌。ちょっと待って。何食べなさいっていうこと？うん、なんか餌いただきます。フライドオニオンと人参と人参。ちょっとこれは恥ずかしいな。お腹落ち着いたね。お腹落ち着きました。あのフライドオニオンのが効いてたね。ラーメンあれ、ね、思いつきで入れたけど、ちょっとフライドオニオンの入れ物ちょっと。昨日業務スーパーで買ったフライドオニオン、これに入れました。これが便利なのが、はい、時計ペタッと、なんだ、鉄につくマグネットがついてるのがいい、便利ね。外は小雨です。今日はまったり
山口まったりです。雨の日はこんな感じで車でまったりとテレビ鑑賞、ポツンと一軒家。ノンフィクション。今何時なんだろうね。もうお昼は過ぎてるけど、ラーメン食べたから全然お腹空いた。お腹空いた？うん。外は雨やんじゃね。ね。今1時半。これから買い物とかガソリンスタンド、あとなんだろう、いろいろと用事を済ませようと思います。ずいぶんのんびりしたね今日は。のんびりした。まあ雨だからね、はい、仕方ないっては仕方ないけど、はい、ゴロ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 してました。これがちょっと動こう、消耗せずに。びっくりした。ここに止めれば濡れないんだ。今日は雨降らないからもう太陽関係ないし、今日は寒い。ちょっとうん、この帽子ね、この帽子なんかうまいこといかないの。休憩。阿蘇の取れない。阿蘇のシュークリーム、うん、阿蘇のシュークリームね。名前に釣られちゃった、うん、はい、3食分買いました。1000円ちょっと。夢タウンでショッピングが終わったので、今度はコンビニでゴミ捨て&ショッピング、お水と卵を買う予定。見捨てと買い物も無事終わったんで、今関門海峡に向かって走ってる。山口ね、キミコさんは山口を通過するのも初めてね。あ、実は初めて。滞在するのも初めてだけど、そう通過したことがない。はい、てかこっち方面ほとんどない。うん、昔仕事でも来なかったのね、こっち仕事山口県で。あー、ほとんどそのサスペンスとか、あ、女優の仕事ね。あ、そう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 、そういうので、その県外の撮影とかは、うん、全部なんかほら日本海の、日本海海で殺人事件とか、うん、なんか伊豆のあたりで殺人事件とか、うん、そっち方面しかあんまり行ったことなくて、うん、まあサスペンスといえば日本海だもんね。あ、そう、うん、だから本当にキミコ初体験山口。山口。今回の九州ツアー2回目のガソリンを入れたいと思います。エネオス、ここは開いてます。ガソリン満タン入りました。2回目のガソリン5000円ちょっと、5041円かな。ちょうど5000円にしたかったな。これから中国自動車道下関インターチェンジ入ります。インターチェンジに入りまして、ほどなくして壇の浦パーキングエリア入ります。今日のお泊まりは壇の浦パーキングエリア、関門海峡大橋を見ながら滞在します。
ムスーパーの超美味しいインドスパイシーカレー、グリーンカレー完成。ご飯はスープジャーでいきました。はい、今日を見ながら、ごぼう、うん、美味しいでしょ。美味しいけど辛い。ご飯食べた？食べた。ご飯もちゃんと炊けてる。炊けてる？多分今までの中で一番よく炊けてるじゃん。改良に改良を重ねてようやく美味しい。どう？カレーお腹いっぱいになった？運動しないとね。はい、コーヒーで一服。今9時を過ぎまして、関門海峡から見た九州の夜景、門司港。きびこ初壇の浦。さっきコーヒーを飲んでから映画を車で2本見て、今9時15分になります。綺麗。なんかカレー夕方食べたら全然お腹空かないね。空かないね。このまま寝てもいいぐらいだね。そうね。ということで明日から九州に入りますが、とっても楽しみです。新しいから。はい、じゃあきみこさん、身支度して寝よっか。明日から1ヶ月間九州になります。はい、ということで皆さんおやすみなさいって。きみこさんおやすみなさい。9時、もうご飯もいらない。もうご飯もいらない。温かいもんだけ飲むかね。どうしようかね。はい、はい、バイバーイ。